Alright guys, Circoso, welcome to new anime reaction. We will be watching BOCCHI the Rock, which got an award for best anime in fall 2022. And yeah, I haven't seen it. I got it recommended from my patron who pledged my most expensive tier, so thank you. And yeah, let's watch it. I don't know what is it about, but I guess there's gonna be some rock music, maybe. Let's go. Damn, that's me. Yeah, that's me. That's me. What? That's way too relatable. Hitori Goto. So she's gonna start a band, right? Yeah, she got inspired by it. Oh, her dad has guitar, damn. Okay. I actually had a guitar too, and I was so confused by the letters and the sounds that I just couldn't get myself into it and learn how to play guitar. So I just sold the guitar. The whole family. Oh, damn! She got this good? Oh, yeah. Okay, BOCCHI the Rock. Okay, so it's gonna be a band of four girls. Oh! Okay, I'm gonna add it to my playlist. いつの間にか中学を終わってた。ライブ出れなかった。文化祭。集められなかった。バンドメンバー。高校になったら絶対バンドやる。ダメ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 。
に勧められてギターヒーロー名義で弾いてみた動画上げ出して結構経つけど、あ、この前の動画もうこんなコメントつい Wait, 10 comments, damn! You're so good, are you a pro by any chance? You rock the chorus, I love it. Damn, that's awesome. Yeah, that's exactly me reading your comments under my videos. That's exactly me. This anime has just been way too relatable. What is going on? Yeah! CD 持って行って机に置いたり話しかけてバンドグッズ持ってアピールしたり話しかけて、yeah. お昼のリクエストソングで、so、当時ハマってたデスメタル流して、お前のすごいことを話したぞ。 Clover Works did an amazing job animating this because so far I love this animation and art style.
I formed a band and played this for our culture festival. The whole school went crazy for it. Yeah. いいな、ライブ。そ、その手があったか。Is she gonna join some club? Music club? かっこいい。Oh! バンド女子だ。Wait, so she brought her guitar with her. これは絶対誰か話しかけてくれるはず。今年の文化祭は忙しくなるぞ。No one cares. Japan. この後さカラオケとかさ。あれ。I see myself in her shoes. あえて話しかけてこないという可能性はないないない精神崩壊する。やばい、可愛すぎて笑っちゃう。きっと癒される。Oh, is the girl from the opening? ごめんね。キタ、キタちゃん、okay。いや、分かってますよ。他力本願で物事うまくいくはずないって。ここに集う人たちは私と同じで孤独を抱えてるんだ。この人はきっと家庭内で。え？ごめんね遅れちゃって。いいっていいって。なあ、you're the only one that's so lonely。すいません、勝手に私と同じの感じで。登録者数3万超えてる。30,000 subscribers。そうだよ。Damn。私の居場所はネットだけ。I hope we can make two。ギターだよね。弾けるの？喋るの久しぶりすぎて声が。私下北沢高校2年1時2時か。1時。弟一人修学高校1年です。ちなみに一人ちゃんはさ、いきなり名前呼び。ギターどのくらい弾ける？あのさ、ちょっと今困ってて、無理だったら大丈夫なんだけど、大丈夫なんだけど困ってて。絶対大丈夫ないやつ。思い切って行っちゃおう。お願い。私のバンドで今日だけサポートギターしてくれないかな。 Oh, straight to the point. Damn. バンド？これからライブなのにギターの子が突然やめちゃって。ある程度これからすぐライブ？ Say yes. Say yes. Come on, you can do it. ありがとう。さすがライブ。まだ何も言ってない。にじかちゃんはおしゃれだな。これこそバンド女子って感じ。それに比べて私は芋ジャージだし、クマすごいし、猫背だし。今日出演するライブハウスはスターリーって言うんだけどね。スターリー出演するライブハウス、なんかっぽい響き。あれ、なんか心臓やばい。ダメダメ、今弱気になっちゃう。思い出せ、妄想で毎日した文化祭ライブを。そして初のワンマン、ゼップンスーパーアリーナ。 That never happened, right? Imagination, okay. 頼む相手間違ったって思われてませんように。頼む相手間違えたか。やっと帰ってきた。りょう。この子、後藤ひとりちゃん。奇跡的に公園にいたギタリストだよ。へえ。怖っ、睨まれてる。この子はベースの山田亮だよ。山田亮。大丈夫だから帰ってくる前にスタジオ行こう。ひとりちゃんもほら。現実は怖い。でもこれから楽しいことがたくさん待っている気がする。 Damn. This anime makes me feel like damn, I have to go out and make some friends. My girlfriend is not enough. I need friends. この曲ならいける。でもボーカルいない分演奏頑張らないと。私ギターうまいらしいし、やれるはず。ゴリラ演奏聞いたら二人とも驚くかも。だってネットだと結構、いや割と評判いいし、登録者数3万人だし。What happened?ドヘタだ。
ても重要だけど、yeah. コミュ障、ソロ引きは最強でもバンドになるとミジンコ以下最弱になるのだ。Oh. どうもプランクトン後藤です。売れないお笑い芸人みたいな人出てきた。こうして後藤一人は灰となり、もう二度とギターを持つことはなかったのでした。 Wait, that's it? No. This anime is so fun. Damn, I literally thought that this is the end.私はうまい。とりあえずこっち向いて。現実逃避しないで。私の命を持って腹切りしようでも。バンド名くらい覚えて帰ってもらえるはず。ド下手ですみません。ロックすぎる。大丈夫。一人がやじられたら私がベースでポムってするから。ごめんなさい。けど。イージーするもんじゃない。無理なお願いしてごめん。あ、いやそこは。本当に嬉しかったんです、声かけられて。おバンドはずっと組みたいと思ってたから。 でもメンバー集まらなくて、だから普段はカバー曲ネットにあげたり。普段は何弾くの？あ、結成した時すぐ対応できるように。売れ線のカバーばっか。なんかギターヒーローさんみたいだねって知ってる？ They know her! 私らとそんな年変わらないんだけど。え、私知らないなら後で URL 送るよ。もう最高にうまいから聞いてみて。最高。私すごくうまかったね。ネーミングセンスはちょっと痛いけど。痛いの？私フォローして新着通知もオンにしてるんだ。いつか一緒に演奏してみたいな。今したんですけど、ね、後で見てみて。動画見てると伝わってくるから。現実世界の人たちは誰も私なんか興味ないと思ってた。今日がダメだからってバンド諦めるのは早いって。私たちがアレナだけかもだし。あれ、ひとりちゃん？けどこんな優しい人がずっと見ていてくれて、私なんか。 Is she going to say that she's the guitar hero son? 絶対無駄にしちゃダメだ。私そのもしかして出てくれる気になったとか。ひとりちゃん？頭では分かってる。でもやっぱり怖い。お客さんの目線も耐えられるわけが。怖いならこれに入って演奏したら。いつも弾いてる環境と同じです。どんなところに住む？わぁ、皆さん気をつけ盛り上げていきましょう。そういえばライブでなんて紹介すればいい？ひとりちゃん？本名でいいかな？じゃああだ名とかはないの？中学ではあのとかおいとか。なあ、それあだ。一人ぼっち。ぼっちちゃんは。あ、またデリケートなところ。 Wait, what was that? 一人ぼっち all alone, okay. ぼっちちゃんは。ぼっち。またデリケートなところ。 So that's how the ぼっちです。喜んでるし。Damn. So that's how it started. まだバンド名聞いてなかったです。結束バンドだよ。結束。結束バンド。結束バンド？傑作。寒いし絶対帰るから。なんで？かわいいよね。技術を求めていくのは次からで全然いいよ。うん、次。Next time. よし、行こう。私次もいていいんだ。I need some friends. はじめまして、結束バンドです。バンド組んで誰かと演奏するのってこんな楽しいんだ。私今日最高に輝いてない。むしろ人生で一番惨めかも。何が怖いんだけど。次のライブまでにはクラスメイトに挨拶できるくらいにはなっておきます。何の宣言？目覚ましい成長。よし、じゃあ今からボッチちゃん歓迎会兼ライブの反省会だ。
今日は人と話しすぎて疲れたので帰ります。え結束力全然ない。 Okay, the end. Okay, let's listen to the ending. Distortion. What is this thing? Is it a slug? Alright guys, I think I'm gonna love this anime because it's way too relatable, and I'm kind of curious if she's gonna tell them that she's the Guitar Hero son. Never mind, let's find out in the next episodes. So see you guys next time, and yeah, well, I forgot, if you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon, the link will be down in the description. Thank you for watching, thanks to all of my patrons who support me, and see you guys in the next episode. Matane!